おの一人、ね、おくらえりちょっと待ったーはい、えー、この動画は「土曜はどん」の大喜利コーナー「ネタタタタタタの本編で読まれなかったネタメールをお蔵入りする前に私小野が選び紹介していくコーナーです12月18なんか今日下回らない感じが。 イインンデディィ感感出てまますがだ <laughs> お私まだインディゴン残っているて、ね、ちょっとん逃がさないと途中これの動画だけ見てる人もうわからないからね <laughs> できればラジコで振り返って本編聞いてくださいえー、12月18日のお題 アドバルーンライブ9で史上最大の問題作となってしまったコントのタイトルはというので募集しました優秀賞がラジオネーム「パツキンダイ・ギンジョーさんの伝説の全裸マッサージ師梅」というものでございましたさあ、えー、残念ながら読まれなかったやつ紹介していきたいなと思いますラジオネーム1625の人 アドバルーンライブ9で史上最大の問題作となってしまったコントのタイトルは小野・オノリベンジャーズマンジ・オノ小野・ノ信がネタを間違えずにかつ大受けして完走するまで何度も何度もタイムリープして未来を変えようともがき苦しむ青春ストーリーなんか設定が上手だなと思って読ませていただきました続いてラジオネーム「シャレたドライヤー」 コント石投げたら当たった危ないですねラジオネームたくコントマスノブ 100%vs 第100%お盆争奪戦これは問題なくですね必ずポロリしてますね続いてラジオネームブルカードベニキハムうがい手洗い 居洗い <laughs> カエルとかねやれそうですけど続いてラジオネームだけきみこコント穴あすいません私だけです <laughs> 危険な匂いがしました <laughs> 続いてラジオネーム前髪パッツン逆再生コント出産 <laughs> 続いてラジオネーム「流れるプール」とろっとろたいさらっさらんか危険ですはい最後ですラジオネームすり身ラーメンズよりすごいコント 以上の問題作、たくさんの面白い問題作ありがとうございます。えー、そして来週のお題がこれでした、失礼しました。来週ですね、え12月25日クリスマスです。えー、お題が、新人のサンタさんがやりがちな失敗とはというので募集しております。それでは私、斧を挑戦させていただきます。新人のサンタさんがやりがちな失敗とは スピードを出しすぎて白りりに捕まるこのののようななややつ月日お題ががが新人のサンさんがやりがちな失敗とはです毎週土曜夜4時30分から放送中の「土曜はダウンお聴きください。インディーゴ